皆さんこんばんは。本日はお忙しいところ伊藤忠商事株式会社の個人投資家向け説明会ご参加いただきまして誠にありがとうございます。司会進行を務めます大里清と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日は伊藤忠商事株式会社の IR 部長天野卓さんにご登場いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤忠商事の天野でございます。よろしくお願いいたします。まずは最初に天野さんより40分ほどお話をいただきまして、その後皆様からお寄せいただきました質問にもお答えいただく予定となっております。説明会全体の時間はおよそ1時間を予定いたしております。また質問は画面左下にありますテキストボックス欄に質問内容を入力していただきまして、質問を送信するというボタンをクリックしていただいてお送りください。なお質問の状況によりましてはお時間が多少押す場合もありますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。では天野さん早速お願いいたします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただき誠にありがとうございます。こちらのスライドをまずご覧ください。はじめに伊藤忠商事についてということで、当社の概要や、ビジネスにつきましてご説明をさせていただきます。次にですね、当社の業績推移、当社の強みの順でご説明をさせていただきまして、最後に、株主の皆様に対する還元方針を含めまして中期経営計画と、当社株式の魅力についてご説明をさせていただければなというふうに思います。こちらをちょっとご覧いただきたいんですけれども、会社説明に入ります前にですね、本日の説明会の背景写真についてご説明をさせていただければというふうに思います。こちらは今年度の新入社員の入社セレモニーの会場の写真になります。新型コロナウイルスの感染拡大によりですね、今年度の入社式を開催することはできなかったんですけれども、新入社員にとって生涯忘れられない、入社初日にしたいという、会社の思いがございまして、ロビーにですね、日本各地から集めた桜をライトアップしまして、当社のマネージメントがその初めて出勤してくる、新入社員を出迎えて、輝かしい未来に胸を膨らませた、新入社員の新たな門出をですね、祝福したそんな写真でございます。はい、入社式というのがなかなかね、開催できない中ですので、新入社員の皆さんにとっては本当に忘れられない思い出になったと思いますし、また伊藤忠の一員になったんだっていうね、きっと誇りが湧いたんじゃないかなと思います。伊藤忠商事というと本当に学生からの支持も高く、就職企業人気ランキングでも大体上位1位を獲得していらっしゃいます。後ほどその伊藤忠商事のユニークな人材戦略などについてはお話ししていただこうかなと思うんですが、まずは伊藤忠商事の会社概要からお願いいたします。はい、承知しました。こちらのスライドに、当社の会社概要をお示しいたしました。右上にですね、写真を掲載しておりますが、左側が当社の会長 CEO の岡藤正弘でございます。岡藤はですね、2010年より当社の経営を率いておりまして、その隣が、社長 CEO の石井啓太でございます。2人の役割の住み分けは、岡藤が当社グループ全体の経営戦略を立案する最高経営責任者、石井はその岡藤がですね、立案した経営戦略を執行する最高執行責任者というふうになっております。岡藤会長 CEO といいますと、優れた経営者としてメディアにもたびたび取り上げられていますし、まさにこう日本を代表するリーダーのお一人でいらっしゃいますね。ありがとうございます。そうですね、社員としても非常に誇らしい感じでございます。続いてその下ですが、当社の創業はですね、1858年、160年を超える歴史を誇る会社でございます。また伊藤忠商事単体の従業員数は、三菱商事さんとかですね、三井物産さんなどを含みます、いわゆる五大商社と言われる総合商社の中では最小の4215名でございます。
これ他社とですね、時価総額などを比べますとどういった水準なんでしょうか。そうですね、左下をちょっとご覧いただきたいんですけれども、1月末時点の株価は3667円、時価総額は5兆5000億円程度の水準でございまして、東証一部の時価総額ランキングでいうと大体ですね20位台半ばというふうになっています。ちなみに本日の終値は3743円でございました。右下にはですね、連結純利益や株価指標を、掲載しておりますけれども、赤枠でお示した ROE、すなわち自己資本利益率が高いことがですね、当社の特徴となっております。ROE は株主の皆様からお預かりした株主資本を用いまして、企業がどの程度利益を上げているかといったことを示す指標でございます。東証一部の平均が 7% 程度であるのに対し、当社は 12.7% であり、まあ、経営効率が高いということがお分かりいただけるかというふうに思います。少ない人数で効率的な経営を行っているということかと思います。また高い ROE ですが、これ投資家の皆様にとっては魅力的ですね、はい。では次に伊藤忠商事の企業理念についてお願いいたします。はい、分かりました。当社は、三方よしをグループ企業理念として掲げております。三方よしとは売り手よし、買い手よし、世間よしですが、まあ、自分だけではなくですね、お客様にもそして社会にも良い商売をしていかなければならないという教えになります。今では多くの経営者がこの三方よしを使っておりますけれども、この言葉は当社の創業者である初代伊藤忠兵衛の言葉から生まれたというふうに言われています。また三方よしはですね、現在の SDGs の理念にも通じる考え方ですが、当社は三方よしのオリジナル企業として一番大事な言葉を企業理念として掲げているということになります。はい、売り手と買い手だけではなく、社会に貢献できてこそ良い商売であるということになるかと思います。これ創業の当時から根付いているということなんですよね。総合商社といいますとビジネスが多岐にわたっていて、まあ、日本独特のビジネスモデルなんていうふうにも言われます。様々な分野があると思うんですが、伊藤忠商事はどのようなビジネスに取り組んでいらっしゃるんでしょうか。はい、当社はですね、まず取り扱う商品やサービスごとにですね、8つのディビジョンカンパニーを設けております。当社のビジネスは大きく非資源分野と資源分野の2つに分けることができますが、非資源分野、その中でも赤枠で囲った生活消費関連に特に強みを持っております。その生活消費関連ですが、具体的にどのようなサービス商品なんでしょうか。そうですね、当社は実は皆様の暮らしの近くでも、様々なビジネスを展開しております。はい、こちらのスライドをご覧いただきたいんですけれども、例えば繊維では、大谷翔平選手も着用するスポーツウェアのデサント、あと日本初のジーンズブランドであるそのエドウィン、食料ではフルーツを取り扱うドールやですね、香薫を主力商品とするプリマハム、あとはその情報、金融の保険の窓口、第8カンパニーのファミリーマートなどもですね、当社が展開するビジネスになります。はい、皆様もよくご存知のビジネスばかりなんじゃないかなと思います。本当に多様なビジネスを展開して強みを発揮されていらっしゃるわけですね。そうですね、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけど、はい、よく商社のビジネスって分かりづらいんだということはあるんですけど、言われるんですけれども、当社のビジネスモデルはですね、大きく2つに分けることができます。はい、で1つ目はトレードでございます。自らその仕入れた商品を販売する、あるいはお客様が行う取引においてですね、売買そのもの仲介やその取引に付随する物流とか、あと金融面のサポートといったですね、サービスを、提供する総合商社の昔からある伝統的なビジネスになります。その総合商社はですね、このトレードを通じまして、膨大なネットワーク網を構築しております。2つ目はですね、事業投資になります。今説明したそのトレードで構築したネットワーク網や、その蓄積した知見をもとにですね、さまざまな事業に投資することで新たなシナジーやバリューチェーンを構築するといったビジネスになります。
当社はですね、このトレードと事業投資を、どちらか片方に偏ることなくですね、バランスよくかつ、知見のある分野や地域を厳選して、ビジネスを行うといった点に特徴がございます。はい、輸出入をはじめとしたものの売り買いに関わっているだけではなく、これさまざまな事業にも投資をされて経営にも積極的に携わっていらっしゃるということなんですね。そうなりますね。はい、トレードと、事業の具体的な取り組みについては後ほど詳しく説明させていただきます。次にですね、当社の業績推移についてご説明させていただきます。こちらに1997年度以降の当社の連結純利益の推移をお示ししました。水色の棒グラフが連結純利益、濃い青の棒グラフがそのうちの非資源分野の利益になります。1997年度からの数年間はですね、バブル経済の崩壊に伴いまして、はい、不動産をはじめ、多くの事業で損失処理を断行しました。赤字が続いてですね、非常にまあ苦しい時代でございました。はい、まあ、確かに2000年代前半ぐらいまで商社というの大変苦しい時代もあったかと思います。ただその後の連結純利益の伸びなんですが、これ目覚ましいですね。そうですね、当社は価格変動の影響が大きい資源分野ではなくてですね、非資源分野を集中的に強化してきたことで、非常に安定的かつ景気変動体制の高い収益基盤を構築してまいりました。連結純利益は、2011年度に3000億円、2017年度に4000億円、2018年度には5000億円の大台に達しまして、着実に実力をつけているといったことがお分かりいただけるかというふうに思います。2022年2月に2021年度第3四半期の決算を発表されていらっしゃいます。足元の業績も好調でしたね。そうですね、2021年度第3四半期の連結純利益は、未だその新型コロナウイルスの収束はですね、見えない状況ではあるんですけれども、世界的なその経済活動の再開による非資源分野ですねの利益の伸長に加えまして、資源価格の高騰や、一過性利益の貢献などもございまして、すでに7000億円に迫る6789億円の連結純利益となりました。では2021年度通期の見通しいかがでしょうか。はい、2021年度の連結純利益見通しは、上期計算公表時に基礎計画5500億円を7500億円に上方修正したんですけれども、その後ですね、各事業が好調に推移していることもございまして、第3四半決算公表時にさらに700億円情報修正いたしまして、現在8200億円を見通しております。はい、景気変動体制の高い非資源分野を中心に連結純利益着実に伸びているということでした。過去最高の連結純利益です。では株価なんですが、これはどうなっているんでしょうか。はい、こちらはですね、先ほどのスライドと同じ期間の株価の推移になります。オレンジ色の線グラフが当社の株価ですが、連結純利益の伸長に連動する形で、株価も上昇してまいりました。緑色の線グラフはトピックスですが、トピックスがほとんど伸びていない中で、当社の株価は約6倍の伸び率となっていることがお分かりいただけるかというふうに思います。直近では連日で高値更新する動きとなっていますね。そうですね、2022年に入りまして、上場来高値をですね、すでに9回更新しておりまして、足元の株価もまあ好調に推移しております。はい、続きましてですね、財務状況についても、こちらにお示ししました。グレーの棒グラフがネット有利主債、すなわち借金ですね、青色の、棒グラフが株主資本、青色の折れ線グラフがネット DER を示しています。ネットの有利子負債、すなわち借金がですね、自己資本の何倍かを示すネット DER は、一般的に1倍を下回ると財務が安定しているというふうに評価されるんですけれども、その最も悪かった1998年度末には 13.7 倍でした。その後、付加動資産の入れ替えとリスク管理の強化を徹底的に行いまして、大幅な改善を図ってきました。現在のネット DER は1倍を大きく下回っています。
これ大きな改善を図られていらっしゃるわけなんですが、どのような改革を具体的に行ったんでしょうか。そうですね、借金をして思い切り投資を行って失敗を繰り返すというですね、はい、過去のですね、その事例を、教訓といたしまして、現在はその収益性や、事業性といったものをしっかりと見極めまして、継続的にレビューすることで投資のですね、質を高めているということになりますね。であとまたその財務状況の大幅な改善に伴いまして、実は格付け機関の評価も向上しました、はい、現在はムーディーズや S&P などの主要格付け機関すべてから A 格以上の評価を取得しております、うん、これ安定的な財務体質を築き上げたことが評価されたということになるわけなんですね。はい、そうですね、この1月にはですね、さらにムーディーズの当社格付けが A3 ポジティブに上方修正されました。当社の規律ある財務、資本政策といったものやですね、安定的なキャッシュフローのその創出力が評価された結果というふうに考えております。では続いて伊藤忠商事の成長を支えてきた強みについて教えてください。私どもはですね、これまでの成長を支えてきた要因として4つの強みがあるというふうに考えています。1つ目は先ほどの業績推移でご紹介させていただきましたので、2つ目の総合力と自己変革力による無限のシナジーの創出、3つ目の中国アジアでの強固なビジネス基盤、4つ目の持続的成長の原動力、この力について詳しくご説明させていただければというふうに思います。はい、ではまずは総合力と自己変革力による無限のシナジーの創出ということなんですが、これなかなか自己変革できる組織少ないかと思いますが。そうですね、当社はですね、多岐にわたる当社グループのビジネスを組み合わせたり集約したりすることで、さまざまなそのシナジーといったものを創出しております。総合商社のその名の通り総合力の発揮に加えまして、長年培ったビジネスノウハウを生かして、絶えずビジネスモデルを転換する、自己変革力を発揮することですね、経営環境の変化にもうまく対応しております。伊藤忠グループのビジネスを組み合わせてこうシナジーを創出しているということなんですが、具体的な事例を教えていただけますか。はい、今回はですね、コンビニエンスストアのファミリーマートを中心としたバリューチェーンにつきまして、ご説明させていただければというふうに思います。当社は1998年のファミリーマートへの投資実行後、ファミリーマートを各店舗で取り扱う商品サービスのみならずですね、その周辺のビジネスまで当社グループの会社がですね、サポートする体制を構築してまいりました。ファミリーマートと当社グループにおけるシナジーの詳細についてですね、当社の SDGs スタジオより IR 部員の寺岡と大山がご説明させていただきます。伊藤忠商事 IR 部の大山です。伊藤忠商事 IR 部の寺岡です。これからファミリーマートと当社グループの具体的なシナジーについてご説明いたします。ご理解を深めていただく一助となればと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。早速ではありますが、はじめにファミリーマートで買い物をしている動画をご覧いただきたいと思います。動画の中にはファミリーマートと当社グループのシナジーがいくつか含まれておりますので、ぜひ探してみてください。それではご覧ください。
皆様にはお客様が買い物をしている映像をご覧いただきました。さて質問です。この動画の中で当社グループがファミリーマートに提供しているものやサービスは次のうちどれだと思いますか？1ファミチキ、バナナなどの食料品。2商品を陳列する棚やファミチキを温めておくケースなどの設備。3店舗運営やお会計のためのシステム。それでは正解を動画で見てみましょう。正解は食料品陳列棚システムのすべてでした。食料品陳列棚システムと多岐にわたる分野で当社グループがファミリーマートの上に関わっているのですね。そうですね。それでは先ほどの動画で紹介したファミリーマートと当社グループの連携について詳しく説明してまいります。まず一つ目の食料品について説明いたします。こちらは食料カンパニーが携わっています。例えば当社は人気商品であるファミチキを鶏肉の加工製造会社から輸入しファミリーマートに納入しています。またファミチキの期間限定商品を販売する際は当社が味付けや大きさなどについて仕入れ先と協議しファミリーマートに提供しています。バナナは食料カンパニーのグループ会社であるドールのバナナを当社が輸入しファミリーマートに納入しております。ファミリーマートに食料品を納入するだけでなく商品の企画にも携わっているんですね。2つ目の商品を陳列する棚などの設備の一部は機械カンパニーのグループ会社である東京センチュリーが提供しております。具体的にはお弁当やデザートを並べる冷蔵ショーケース、お菓子や日用品を並べる棚、ファミチキなどを温めておくケースなど様々な設備を導入しております。普段あまり意識していませんでしたがファミリーマートの上に不可欠な商品を陳列する棚も当社グループが縁の下から支えているんですね。3つ目に挙げたファミリーマートの店舗運営に関わる重要なシステムの一部は情報金融カンパニーのグループ会社である伊藤忠テクノソリューションズ、略称 CTC が請け負っております。ファミリーマートにとってシステムは重要なインフラの一つです。なぜなら商品の発注やお客様のお会計などは全てシステムによって成り立っています。万が一システムが止まってしまうと店舗の運営ができなくなってしまいます。 CTC はファミリーマートに止まることのない店舗システムを納入し店舗運営を支えております。システム面からもファミリーマートの便利と安心を支えているのですね。他にはどのような商品やサービスを提供しているのですか？お弁当やお惣菜などの容器や
タオルや靴下などの日用品といった商品についても当社グループが提供しております。また店員の方が着るユニフォームは繊維カンパニーが提供しております。さらに物流は食料カンパニーのグループ会社である日本アクセスが全国で多数のファミリーマート専用の配送拠点を運営しております。ファミリーマート店舗へ1日数回毎日決まった時間に食料品や日用品を必要な量だけ効率的に配送し、ファミリーマートの営業を支えております。ファミリーマートと日本アクセスは商品の受発注や配送においてどのように連携していますか？ファミリーマート店舗での発注販売データが即時に日本アクセスの配送拠点に共有されることで、商品の適正な在庫量確保や効率的な配送につながっています。一部の物流拠点においてファミリーマートと日本アクセスのデータを連携させ、天候やカレンダー情報等を活用した AI による発注自動化の実証実験を進めております。実証実験の結果、物流の効率が高まり 10% から 30% の在庫削減などの効果が確認できましたので、今後他の物流拠点に展開してまいります。ファミリーマートと日本アクセスのデータを連携することで食品ロスを減らすことにもつながっているんですね。食品ロス削減のように環境問題の注目度が高まっておりますが、他にも環境問題に対して一緒に取り組んでいるものはありますか？実は先ほどの動画で買い物に使用していたカゴは原材料の一部に海岸に漂着したペットボトルなどの海洋プラスチックごみを使用しております。この買い物カゴはファミリーマート、当社などが共同して開発いたしました。実際にお客様が利用されることで海洋ごみなどの環境問題にも意識を向けていただきたいと考えております。今度この買い物カゴを見かけたらぜひ使ってみたいと思います。最後にファミリーマートと当社グループによる他のコンビニエンスストアにはないユニークで新しい取り組みを教えてください。それでは2つユニークで新しい取り組みを紹介いたします。一つ目は新たな収益の柱としてファミリーマートの店舗に大型ディスプレイを設置し、店舗をメディア化する取り組みです。複数の大手メーカーの CM をディスプレイに流しており、広告収入を得ています。また大型ディスプレイに店頭で販売している商品の人気ランキングや CM を流すことで該当商品がよく売れるという効果が出ています。日本全国に店舗を構え、毎日多くのお客様が来店されるコンビニエンスストアの強みを生かしたファミリーマートならではの取り組みですね。2つ目は AI を活用した店長業務を支援する取り組みです。例えばコンビニエンスストアでは1日数回数時間をかけお弁当、サンドイッチ、おにぎりなどの商品を発注しています。その際に天候、曜日、キャンペーン情報など非常に多くの要素を考慮しています。この発注業務は発注担当者の経験によるところも多く、商品の欠品などにつながるリスクもございます。そこで発注担当者の行動特性や過去の発注販売データに基づき AI を用いて最適な商品発注のアドバイスを音声で伝えることができる機能を開発しております。おはようございます。今日のトゥードゥはこちらです。今日の発注ポイントを確認していきましょう。天候の影響で冷やし麺の売り上げに影響がありそうです。気をつけましょう。最適なアドバイスを行うことで発注担当者の業務負荷が軽減されます。加えてお客様が求める商品を確実にお届けでき、さらには店舗の売上向上にも貢献します。ファミリーマートと当社グループの総力を挙げ、デジタルなど新技術を組み合わせた新しいコンビニエンスストアの姿を目指していくんですね。ファミリーマートと当社グループは引き続きファミリーマートの商品力、利便性、親しみやすさを徹底的に向上させてまいります。また新技術を活用した新しいコンビニの姿をリードすべく、今まで以上のスピード感でバリューチェーンの強化に取り組んでまいります。ご清聴ありがとうございました。
い、ファミリーマートを中心としたバリューチェーン全体において伊藤忠グループの持つ総合力を発揮し、これシナジーを生み出していらっしゃるということかと思います。また商品販売におけるトレードと周辺ビジネスを支える事業投資、これ上手に組み合わせてシナジーを構築するビジネス、他社がなかなか真似することができない総合商社ならではの強みですね。そうですね、まさにそのように考えております。まずはですね、核となるファミリーマートに事業投資を行って、その後ですね、トレードや、さらなるビジネスの広がりが期待できる周辺ビジネスに経営資源を投下することで、点から面っていうんですかね、の展開が可能となりまして、収益力も格段にアップするということなんですね。こうしたシナジーやバリューチェーンの構築が、当社の目指す戦略になります。では次に3つ目に挙げていただいた中国アジアでの強固なビジネス基盤ということです。お願いします。はい、当社は1972年に総合商社として初めて、中国から友好商社に指定されまして、日本企業として、いち早くですね、挑戦してまいりました。2015年にはですね、中国最大の政府系のコングロマリットである CITIC、そしてタイ最大の民間企業で、同じく巨大コングロマリットである CP グループと戦略的業務資本提携を締結したんですね。で、有力なパートナーとともに、高い経済成長を遂げる中国アジア市場においてですね、ビジネス基盤を増強して、同時にリスクもしっかりと見極めながら、ビジネスを着実に拡大しているということになります。次に持続的成長の原動力、この力ということです。お願いします。はい、冒頭にですね、ご説明させていただきました通りですね、当社の従業員数は総合商社で最小でございまして、少数精鋭の社員、一人一人の個の力が当社の成長の原動力になります。その個の力を最大限に引き出すためにですね、人材戦略にも非常に力を入れております。伊藤忠商事の朝方勤務でしたっけ、はい、これニュースなどでもよく見たことがありまして、人材戦略にとても力を入れていらっしゃるなという印象があります。はい、ちょっとこちらのスライドをご覧いただきたいんですけれども、当社の人材戦略を図にしたものです。さまざまなその人材戦略がですね、企業価値の向上につながって、それがまた新たな優秀な人材の獲得につながるという好循環を示したものになります。現在はですね、その将来にわたる構造的な労働力不足とかですね、あと人材の流動化などが叫ばれていますけれども、どの企業も優秀なですね、人材確保が重要な課題になっていると思います。当社はそうした課題に対応するとともにですね、獲得した優秀な人材に対してさまざまな独自性のある研修機会を与えて、社員の持続的な能力開発を図っております。はい、具体的な取り組みを教えてください。はい、先ほどおっしゃられていたその朝方勤務制度、とかですね、あとカジュアルな服装で仕事をする脱スーツデーなどを導入いたしまして、働きがいのある職場環境を整備しております。ここまではね、よくある話なんですけれども、当社は社員の健康力向上にも注力しておりまして、がんとの両立支援施策といったユニークな制度を設けています。制度の詳細につきましては後ほどですね、ご説明させていただければというふうに思います。はい、柔軟な発想ですとか新しいアイデアを生み出す環境を整えていらっしゃるなという印象です。そうですね、さらにですね、あと従業員に対するその株式報酬制度を導入することで、社員の経営参画意識の向上にも取り組んでいます。当社の従業員の持ち株会の加入率はですね、ほぼ 100% となっておりまして、これらの施策によりですね、労働生産性は向上して、一人当たりの稼ぐ力、利益はですね、総合商社、ナンバーワンとなっております。また学生の皆様からもですね、ご支持をいただきまして、多くの、中小企業人気ランキングでも1位を獲得しております。
冒頭にご紹介いただいた入社セレモニーのエピソード、こちらも大変印象的だったんですが、物を作らない総合商社にとっては人材というのが最大の経営資源であるかと思います。その人材が最高のパフォーマンスを発揮することで伊藤忠商事の企業価値高めているということになるわけなんですね。はい、まさにそのご理解の通りだというふうに考えております。ちょっとこちらのスライドをご覧いただきたいんですけども、はい、先ほどご紹介した、当社の施策の中で特に、特徴的なものとして朝型勤務制度と、がんとの両立支援施策を紹介させていただければというふうに思います。ではまずは伊藤忠商事が取り組む朝型勤務制度をお願いします。はい、朝型勤務制度はですね、新型コロナウイルスの対応もあり、現在さまざまな企業で導入されていると思うんですけれども、当社は2013年度から導入しておりまして、かなり歴史の長い制度というふうになっております。当社のその朝型勤務制度の特徴は、夜8時以降の残業を原則禁止と、する代わりにですね、朝食の無料配布や、はい、早朝賃金を割り増しすることで朝方の勤務体制を奨励する、点にございます。この朝方勤務制度の導入によってですね、残業代や、深夜帰宅のタクシー代といったコストはですね、大幅に、減少いたしましたし、会議や残業の要否をですね、厳選して、メリハリをつけて働くという意識がですね、社員全体に根付いて、労働生産性の向上にもつながっているというふうに考えています。夜はご家族で過ごしたり、趣味の時間を楽しんだり、自由に時間を使うことができるということになるかと思います。はい、では2つ目のがんとの両立支援策、これお願いいたします。はい、現代ではですね、日本人の2人に1人がですね、がんに罹患すると言われておりますけれども、当社ではその社員ががんに怯えることなく働き続けられるようにですね、がんに特化した、適診検診を実施したり、あとがんと闘病しながら働く社員をサポートするためにですね、治療を最優先する、個人業績評価への反映とか、あと先進医療にもですね、会社が全額補助を出すといったようにですね、その支援制度を徐々に拡充してきたということになります。はい、これ大変素晴らしい制度ですね。そうですね、さらにですね、社員にその万が一のことが起こった場合にはですね、はい、その残された家族の就労サポートとか、あとお子さんがですね、その大学とか大学院まで行きたいといった場合は、その学費をですね、会社が全額負担するという、非常に強力な制度となっております。今後もですね、独自性の高い人材戦略を積極的に推進することで、この力のですね、最大化を図っていくという、方針でおります。会社が全面的に社員を守って、社員のご家族にも安心感をもたらす先進的な取り組みだなと思いました。では、2021年5月に公表されました中期経営計画、それから株主還元方針について伺ってまいりたいと思います。はい、こちらのスライドをご覧いただきたいんですけど、まずですね、中期経営計画の基本方針についてですが、定量計画として経営環境の変化に左右されることなくですね、安定的に純利益6000億円を稼ぎ出す収益基盤の構築を、掲げています。あと定性計画として、マーケットインによる事業変革、さらには SDGs への貢献取り組み強化と、この2点をですね、掲げております。はい、このマーケットインによる事業変革について教えてください。マーケットインによる事業変革ではですね、強みである非資源分野における消費者接点を活用いたしまして、消費者のニーズや視点をですね、重視したビジネスの創造、すなわちマーケットインの発想で、商品やサービスを提供していくという、そういった考えになります。作り手がですね、良いと思う商品を売るということではなくてですね、プロダクトアウト型ということになるんだと思うんですけど、そういった従来型のビジネスとかですね、それを前提とした伊藤忠内の組織を出しまして、柔軟なその事業変革やバリューチェーンの最適化を推進することで、非資源分野を中心としたその収益基盤のさらなる強化
を目指す方針ということになっています。先ほどご紹介いただきましたファミリーマートを中心とした取り組みなんですが、これまさにマーケットインの発想によるマーケットインの発想による取り組みの代表例と言えますね。そうですね、ファミリーマートは国内に約1万6600店舗、ございまして、1日に約1500万人のお客様が来店しますので、当然優先度が高いビジネスということになりますね。はい、次に SDGs への貢献取り組み強化について教えてください。はい、SDGs への貢献取り組み強化はですね、 SDGs のその今の潮流をビジネスチャンスと捉えまして、総合商社という、本業を通じて、社会や顧客のニーズに応えていくという考えになります。また温室効果ガス、いわゆる GHG の、排出量の削減や環境問題関連ビジネスを積極推進することで、業界に先駆けて脱炭素社会のですね、実現にも、貢献していくという、そういう方針になります。はい、近年気候変動問題への企業の対応というのが叫ばれています。伊藤忠商事は中期経営計画で具体的にどのような目標を掲げていらっしゃるんでしょうか。はい、こちらのスライドをご覧いただきたいんですけども、中期経営計画では2050年までに温室効果ガス GHG 排出量をですね、実質ゼロにする目標に加えまして、この長期目標の達成に向けた具体的な道筋を公表しております。まずは2030年までに GHG 排出をですね、2018年度比で 40% 削減する、でその日本政府の中間目標を遵守するとともにですね、当社独自のマイルストーンといたしまして、2040年までに削減貢献がですね、GHG の排出量を上回るオフセットゼロを達成するという方針になります。このオフセットゼロの達成に向けてですね、総合商社として最速最短となる2023年度までに、再来年度ですね、までにですね、GHG 排出量の大きい一般単権位からの完全撤退を実現したいというふうに考えています。あと蓄電池をはじめとする再生可能エネルギー関連ビジネスなどですね、GHG 排出量の削減に貢献する取り組みを積極的に推進していくという考えでございます。環境も、問題への対応につきましては、事前に質問をたくさんいただいておりますので、また後ほどお話しいただこうかなと思います。はい、質疑応答にてご説明をいただければと思います。では次に、伊藤忠商事の株主還元方針についてご説明をお願いいたします。はい、スライドにはですね、過去の、6年間の1株当たりの配当金の推移と、今後3年間の還元配当の金額をグラフでお示ししております。当社はですね、基礎計画で公表する配当金を株主様に対するコミットメントと、考えておりまして、それを確実に上回る配当を実施するとともにですね、過去10年間で配当実額を大幅に向上させてきました。また今回の上期決算公表時には2021年度の次業績見通しの情報修正に伴いまして、増配を公表するとともにですね、中継期間中における新配当方針も公表いたしました。この新配当方針、どのような方針なんでしょうか。はい、新配当方針ではですね、これまでと同様に、配当を1円でも毎年必ず引き上げる、いわゆる累進配当を継続しております。加えて2021年度の1株当たりの配当金は、昨年ですね、2020年度の88円から22円増配となる110円の加減、さらに、来年2022年度は120円加減、再来年2023年度は130円を加減とするステップアップの加減配当をコミットすると思うんですね。2023年度までに、配当成功 30% することを約束しました。これらの配当金はですね、あくまでも加減でございまして、今後の業績次第では、さらなる増配が期待できる配当方針となっております。次にこちらのスライドをご覧いただきたいんですけれども、2010年度以降の配当総額の伸び率をお示しいたしました。
当社の配当総額の伸び率は、まあ、5.7 倍となっておりまして、当社を除く大手総合商社4社の平均とか、あと東証一部企業の平均を大きく上回っているのがお分かりになるというふうに思います。はい、これ株主の方を見た方針かなと思います。では自己株式の取得についてはいかがでしょうか。はい、こちらのスライド の、 下の方をですね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけれども、うん、自己株式取得につきましては、従前よりキャッシュアロケーションの状況に鑑みまして、機動的、継続的に実行する方針を掲げております。下段にですね、ちょっと金額書いておりますけれど、金額にばらつきはございますけれども、自己株式取得を毎年着実に実施しているというのがお分かりになるという、はい、お分かりになるかと思います。今年度につきましてもですね、1月に2000、万株600億円をともに、上限とする自己株取得を公表いたしまして、現在鋭意実施中ということになります。総還元という観点からも、これ本当株主にとっては大変魅力的かなと思いました。はい、そうですね、当社はこれらの株主還元方針に加えまして、時代の潮流を捉えて着実に利益を伸長させることで、当社の強みである高効率経営を、まあ、維持しまして、一株当たりの利益、いわゆる、EPS の向上を目指していく方針です。掲げた目標を必ず達成するコミットメント経営っていうのが、まあ、当社のモットーなんですけれども、今後も有言実行のそのコミットメント経営を通じまして、株主や投資家の皆様からの信頼を維持することで、企業価値の持続的な向上を実現していくという方針でございます。以上で私からの説明を終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。それではここからは質疑応答に入っていきたいなと思います。質問なんですが、画面左下にございますテキストボックス欄に入力をいただきまして、送信をお願いいたします。事前にも今回たくさんの質問をいただいております。誠にありがとうございます。なお質問なんですが、時間の許す限りお受けしたいなと思いますが、お時間の関係で全てお受けできない場合もありますので、あらかじめご承知おきいただければと思います。それでは早速ですが、質疑応答に移っていきましょう。はい、はい、それではですね、皆様にご質問を入力いただいている間に、事前にいただいたご質問から先に回答させていただければというふうに思います。まずですね、気候変動対応など環境問題に、対する取り組みを教えてくださいというご質問に回答いたします。今回ですね、同様のご質問を多数頂戴いたしましたけれども、はい、気候変動や環境問題に対する皆さんの、関心は非常に高いというふうに感じました。それではですね、当社の気候変動対応、特に温室効果ガス GHG 排出量削減に、資する取り組みといたしまして、これまで行ってきたビジネスをやめる観点と、新たなビジネスを拡大する観点の2つの観点より、説明させていただきたいというふうに思います。まず、これまで行ってきたビジネスをやめる観点での GHG 排出量削減の取り組みについてですが、世界的なその環境問題に対する意識の高まりを受けまして、特に GHG 排出量の大きい石炭関連の取り組みについてですね、いち早く公表して、実行に移しております。手始めといたしまして、2019年の2月にですね、新規の石炭火力発電事業や一般炭炭鉱事業を行わないといった旨のですね、石炭関連ビジネス取り組み方針を公表すると同時に、豪州のロールストーン一般炭権益を売却しました。その後、他商社に先駆けまして2021年1月にですね、従来方針をさらに加速する形で、2023年度までに一般炭権益から完全撤退する方針を公表し、その3ヶ月後には当社が保有する最大の一般炭権益でありましたコロンビアのドラモントという一般炭権益を売却しました。あと今年度中にですね、豪州のラベンスワスノースという一般炭権益の売却も完了する見込みでございまして、一般炭は一案件を残すのみということになっております。はい、気候変動対応を単なる努力目標に止めるのではなく、スピード感を持って推進していらっしゃるということがよくわかりますね。そうですね、その点につきては弊社はとてもこだわりを持っているということですね。はい
次にですね、新たなビジネスを拡大する観点での GHG 排出量の削減の取り組みについてですが、当社の再生可能エネルギー関連の一例をご紹介したいというふうに思います。こちらのスライドはですね、当社の蓄電池関連バリューチェーンをお示ししております。当社は2017年より自社ブランドの家庭用蓄電池を企画販売いたしまして、国内でもトップクラスのシェアになっております。競合他社のですね、製品と比べた、当社の蓄電池の強みは通常の2倍となる大容量にございまして、最新モデルは今後さらに普及していくであろう、電気自動車 EV のですね、充電インフラとしての役割を担うことも可能ということになります。さらにこの蓄電池にですね、人工知能 AI を搭載することで、販売したその日本各地に点在する蓄電池をつなぎましてね、遠隔操作が可能になっております。この蓄電池をつなぐシステムはバーチャルパワープラント、略して VPP と呼ばれるんですけれども、あたかもその日本全体が一つの発電所というように見立てることができるんで、その電力各社もですね、非常に注目しており、将来的なその規制緩和というのを見越しまして、すでに電力各社とも協業がですね、開始しております。また今後ですね、飛躍的なその市場拡大が見込まれるその蓄電池のリユース、リサイクル、こういった事業にも出資を実行しておりまして、シナジーの拡大を目指しています。このようなですね、取り組みは日本国内にとどまらず、海外においても複数の強力なパートナーと連携していて、その展開を加速しております。このように当社は総合商社としてのその本業を通じてですね、 SDGs への貢献取り組みを強化しており、今後さらに重点的にですね、取り組んでいくという方針でございます。それではこちらも事前質問になりますが、こんな質問頂戴しました。今後の成長が期待される注力分野を教えてください。はい、ご質問いただきありがとうございます。当社が今後成長を期待しているビジネスは、すでに、ご説明したビジネスを含めまして5つございます。1つ目がファミリーマート、あるいはドールや、日本アクセスなどを含む食料関連のビジネス。2つ目が情報金融カンパニーにおける DX モバイル関連やリーテール金融保険関連のビジネス。3つ目が、日本における規制が緩和された際にですね、一層の拡大が期待できる、蓄電池関連のビジネス。4つ目が北米における、住宅資材関連のビジネス。あと5番目がですね、セティックを中心とした、中国関連のビジネスでございます。その中でも2つ目に取り上げましたその情報金融カンパニーにおける DX モバイル関連やリーテール、金融保険関連のビジネスについてですね、説明させていただきたいと思います。情報金融カンパニーは情報通信部門と金融保険部門の2部門で構成されています。情報通信、部門の成長戦略なんですけれども、こちらに記載している通り、DX ビジネスとモバイルビジネスが核になります。DX ビジネスはですね、当社グループの上場会社である伊藤忠テクノソリューションズ、いわゆる CTC を中心とするですね、従来の事業基盤に加えまして、新たにコンサルティングとかデータの分析可視化といったですね、その機能を拡充することで一括したサービスの提供を可能にするということです。で、そしてですね、さまざまな企業におけるそのデジタル化のニーズを、着実に捉えていくという、狙いがございます。次にモバイルビジネスですけれども、当社がその強みを持つ、携帯端末の販売とかですね、中古、携帯事業のノウハウを生かしてですね、新規ビジネスも積極的に取り組んで、さらなるその業用の拡大というのを目指して、おります。次に金融保険部門の成長戦略ですけれども、リーテール金融保険ビジネスが核になります。保険の窓口とかですね、ポケットなカードを中軸といたしまして、フィンテックなどの先端技術を取り入れながら新しい、サービスを拡充していく考えです。またこの情報金融カンパニーはですね、先ほどご紹介したファミリーマート
の、バリューチェーンにおいてもデータやその新技術の活用面で寄与するなどですね、グループ全体のシナジーの構築にも非常に大きな貢献を果たしております。今後そのさらなるその成長が期待できるこの情報金融カンパニーなんですけれども、2021年度の連結純利益は約1000億円をまあ見込むまでに伸長いたしました。総合商社でこういった業態って実は唯一なんですけれども、この情報金融カンパニーを持つ強みを生かしまして積極的な事業展開を推進していく方針です。ここまで事前に頂戴しました質問にお答えいただきました。ではここから本日皆様からお寄せいただいた質問にもお答えいただこうかなと思います。はい、お時間の許す限りお答えいただきたいなと思いますが、時間の都合によっては場合によっては全てお答えできない場合がありますことをあらかじめご承知おきいただければと思います。はい、さあではどの質問からいきましょうか。天野さんこれいきましょうかね。新型コロナウイルスの影響はどの程度あるんでしょうかという質問いただきました。はい、そうですね、2021年度のその新型コロナウイルスの影響というのはマイナスの350億程度というふうに見積もっています。カンパニーとしてはですね、繊維、あと航空関連が含まれる機械、あとはそのファミリーマートが含まれる第8カンパニーの影響が大きくてですね、この3つのカンパニーで先ほど言った350億の全体の約9割を占めています。ただ決して小さな影響ではないんですけれども、新型コロナウイルスの収束後はですね、逆に、当社業績の伸びしろになるというふうに考えています。さあ続いても本日いただいた質問紹介していきます。こんな質問いただきました。総合商社とファンドの違いがよく分かりませんということです。事業投資で行われていらっしゃるというお話でしたもんね。はい、そうですね、これ本当難しいんだと思うんですけども、投資先のですね、その経営にその主体的に関与する、もしくはその投資先の企業価値のですね、最大化を図るという点はですね、PE ファンドも総合商社も一緒だと思うんですよね。はい、ただその一方でその PE ファンドはシナジーの構築といったものは求めなくてですね、あとその将来のエグジットを前提にその売却した時のキャピタルゲインやその配当でリターンを得るのに対して総合商社は既存ビジネス の, 先ほど説明した通りシナジーを求めるといったところとか、あと継続保有を前提にですね、トレードとか配当でリターンを得るという点に大きな違いがございます。さあ引き続き質問を紹介していきたいと思います。こんな質問をいただきました。ご紹介したいと思います。これまでの業績拡大、岡藤会長の手腕によるところが大きいと思いますが、いつまで続けられるんでしょうかという質問です。経営者は、ね、大切ですからね。この質問はですね僕もよく受けるんですけど正直なところよく分かりません。はい、僕も知りたいんで誰かご覧になってる方で分かる人いたら教えてください。あと社員としてはですね、できるところまで続けていただきたいなというふうに思っております。本心で思ってますね。まだまだパワーあれですよね。みなぎってらっしゃいますよね。パワーはもうめちゃくちゃパワフルですね。はい。では続いての質問です。はい、こんな質問いただきました。ご紹介します。原油価格の高値高騰続いています。業績へのメリットデメリット、両面あると思うんですが教えてください。はい、メリットとしてはですね、当社の場合その原油価格が1ドル上がると、約5億円のプラスのですね影響が出ます。デメリットとしては今現在そういうことだと思うんですけども、そのあまり原油価格が高騰しすぎると、インフレになったり商品の売れ行きが悪くなったり、さらにその物流コストといったところが上昇してですね、利益率が悪化するといった点が、デメリットだと思います。続いての質問いきたいと思います。はい、天野部長
ぜひお答えいただきたいなと思いますが、はい、伊藤忠商事働いてみてどうですか、天野部長入社してよかったですかということで、すごく社員を、ね、大切にされる会社というイメージありますけれども。そうですね、これは良かったって言わないと大問題になりますよね。あの冗談は抜きにしてですね、はい、あの成果をですね、あの上げればしっかりと評価してくれるというところは、あのうちの会社のいいところだと思っておりまして、うん、あのすごい忙しい会社なんですけれども、はい、まあ伊藤忠に入って、まあ、良かったと思っております。うん、なんか競争も激しいんじゃないかななんて思っちゃいますけど。そうですね、ただあのギクシャクした感じではないですし、うん、そのなんか派閥があるとかそういうような感じでもないんで、はい、あのただ単に結構がむしゃらに働く人が多いですね、うん、はい、風通しはねものすごく良さそうですね。そうですね、はい、あのそこは自信があるところですね、はい。では、続いての質問最後にさせていただこうかなと思います。皆さんからたくさん質問いただいておりますが、お時間の関係で続いての質問最後とさせていただこうかなと思います。業績に与えうるリスク何かあれば教えてくださいということで質問をいただきました。はい、そうですね、あの総合商社、まあ、当社は総合商社でございますけど、グローバルに今展開しておりますので、そのマクロ環境のですね変化自体がですね、そのリスクになりうるという場合がございます。あの先ほど、まあ、お話したコロナウイルスの影響といったものもそうだと思うんですけれども、あの他にはその為替とか金利、あと株価、はい、あと商品価格コモディティですね、の価格の乱高下、あとはそのルール改正とかですね、はい、あと地政学リスク、今もウクライナとロシアで大変ですけれども、そういったものもリスクになる、なり得るということですね。あらゆることが関係してくるわけですね。そうですね、はい、それをちょっとミニマイズすることがまあ大事だと思ってまして、はい、やはりそういったところは常に社内でも注視して、素早くアクションを起こすような、まあ、社内体制ができています。皆さんからたくさん質問いただきまして誠にありがとうございました。お時間となりましたので、質疑応答以上で終了とさせていただきたいなと思います。では天野部長、最後にご覧の皆様にぜひ熱いメッセージをお願いいたします。はい、本日は最後まで伊藤忠商事株式会社の、説明会をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本日は当社の強みや経営戦略、株主還元などを中心にお話しさせていただきましたけれども、皆様のですね、ご理解の一助になれば非常に、幸いだと思っております。なお当社の経営戦略の詳細とか、あと具体的な施策などにつきましては当社の統合レポートですねにこちらにまとめておりますので、ぜひご一読いただけると、幸いでございます。天野部長、これ最後にちょっと教えてください。著名投資家ももしかしたら読んでるかもしれない、バフェットさんですかね。実はうちの会社の機関投資家様にですね、統合レポートを送付させていただいてるんですけれども、会長名でバフェットさんにですね、お送りしたんですけれども、実は返事が来まして、すごい読み応えがあって、今までその読んだものの中でも非常に秀逸な統合レポートっていう、まあお世辞だと思うんですけれども、まあそんなコメントいただきまして、現場のモチベーションはもう上げ上げ状態で、はい、良かったと思ってます。はい、ぜひ皆様もこの統合レポートを読んでいただければと思います。これをもちまして伊藤忠商事株式会社の個人投資家向け説明会終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。なお明日になりますが、アンケートフォームをメールでお送りさせていただきますので、ぜひアンケートへのご協力お願いいたします。また本日の説明会ですが、後日楽天証券投資ルの特集ページと伊藤忠商事株式会社の個人投資家向けウェブサイト内で、ウェブサイト内でアーカイブ配信されますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。ここまでお話は伊藤忠商事株式会社 IR 部長の天野卓さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。